やっほー、こんにちは、こんばんは、ケンディです。今回ですね、6月28日ということで僕の誕生日です。イエイ。今年で僕は19歳になりました。本当にね、 Twitter とか LINE とかでたくさんお祝いのメッセージをいただいて、本当に僕は嬉しい限りです。本当にありがとうございます。いや本当にね、19歳になった抱負などをね、いろいろね、動画の形として残していきたいと思ってるんですけど、まあ本当にね、19歳ってなったんで、まあ19歳になったからってなんか特別やりたいことあるかって言ったら、まあないんですけど、まあ抱負などをね、少し語っていきたいなと思います。まあ誕生日ということでね、本当はね、ですね、誕生日プレゼントとかケーキとか、まああると思うんですけど、ケーキはね、今日は買えなかったということなんで、まあ明日か明後日ぐらいにね、食べるかなと思います。食べる動画ももし見たいっていう方いたら、まあ食べる動画も出そうと思ってるんですけど、まあ誕生日プレゼントありません。ないよ、ないです。僕の誕生日プレゼント、欲しいプレゼントだったら、僕ノートパソコンが欲しいんですよね。ノートパソコンと編集ソフトがまあ欲しいかなと僕は思ってます。なのでね、家族に おねだりするか、自分で買うかやっていきたいなと思います。もう自分の誕生日プレゼントは自分で買おうと思ったんで、もうなので自分でね、買いたいなと思います。でですね、まあ19歳になったということでね、抱負などをね、少し話していきたいと思います。まあ YouTube 活動とか学校とか、まあ、アルバイトとかについてね、結構語っていきたいと思います。まあですね、まあ最初の一つ目、まあ、YouTube 活動ですね。僕今 YouTube のチャンネル登録者数がありがたいことに122人登録をしてくださってるんですね。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。なので本当にね、欲を言えばチャンネル登録者数1000人が僕は目標なんで、そこをね、1日でも早くね、近づけるように頑張っていきたいなと思います。なのでね、本当にね、これからもケンティチャンネルをよろしくお願いします。まあチャンネルの表記がチャンネルケンティになってるんですけど、まあケンティチャンネルって言ってくださると嬉しいです。まあこれでね、この動画を見てる新しい新規の人にも伝えたいんですけど、僕の動画は基本的にアイドル関係の動画を出してるので、アイドル自分好きだよとか、アイドル好きだよとか、アイドルに少しでも興味ある方はチャンネル登録とグッドボタンを押してくださると嬉しいです。まあ推しメンは宮脇さくらちゃんを僕は推してます。まあその他他のメンバーも僕は推してるんで、まあ AKB グループはほとんど僕やメンバーは好きなので、もしよかったら仲良くしてくださると嬉しいです。まあ次、学校ですね。学校は今僕3年生なんですけど、いやー卒業できるようにね、頑張りたいなと思います。学業とね、アルバイトを両立するっていうのは少し大変だと僕は思ってるんですけど、まあ頑張ってやっていきたいなと思います。アルバイト5月にね、アルバイトを始めたんですけど、まあ始めてもう1ヶ月半ぐらいもう経つんですけど、やっぱり今のバイトもちょっときついんですけど、これをね、乗り切った先にね、握手会、まあ、桜丹で握手できるっていうのをね、心に噛みしめて、これからも頑張っていきたいなと思います。あとですね、学校のね、話とかは、まあ動画でね、これからね、ちょいちょい動画出していきたいと思うんですけど、まあ本当にね、まあ見てくださると、まあ嬉しいです。まああとは YouTube 活動は、チャンネル登録者数を今年までに200人を突破することと、まあ、視聴回数の、まあ動画の再生回数とか、1本の動画を、まあ、1万回超える動画を1本だけでもいいから作っていきたいっていうのがありますね。これはね、本当にね、僕の誕生日の願いを叶ってくださると嬉しいんですけど、まあ、頑張ってこれからもね、動画作成を頑張っていきたいと思います。まあ僕はですね、あと言うの忘れてたんですけど、宮脇さくらチャンネルがチャンネル登録者数10万人突破したんですよ。おめでとうございます。突破したんですよ。マジですごくないですか。だって3月19日に作って、ここからまあ3ヶ月ぐらいで10万人超えるって最速じゃないかなと僕は思うんですね。ものすごいすごいことだなと僕は思います。僕もね、目標は1000人を超えることなので、これからもね、一日でも早く頑張っていきたいし、地道にコツコツ頑張って動画投稿を頑張っていきたいなと思います。まあ誰かね、まだ祝ってくれる人はいたんですけど、まあたくさんまだ祝いられたいので、コメント欄とかツイッターで祝ってくださると嬉しいです。もうプレゼントとかもなかったんですけどね。まあ、なので、まあ、これからもね、ケンティのチャンネルをよろしくお願いします。まあ、19歳をね、いい年に僕はしたいので、早速悪いことがあったんですけど、嫌なことあったんですけど、まあ、それは伏せとくんですけど、まあ、嫌なことあったんですけど、まあ、
頑張ってね、これからもね動画作成とかアルバイトとか学校とか勉強とかを頑張っていきたいなと思います。いつもね動画を見てくださってる皆さんには本当に感謝してるんですよ。もう本当に僕の動画をね毎日楽しみに見てるよっていう人は本当に嬉しいし、もうめっちゃ感謝してるんですよ、めっちゃ感謝してるんですよ言うて。なのでこれからもケンティーチャンネルをよろしくお願いします。明日明後日ぐらいにケーキとかケーキを食べる動画とかを出そうと思ってるので、ね、もしよかったらそちらの動画も見てくださると嬉しいです。まあ19歳になって10代最後の年っていうことなんで、まあちょっと今年はね盛り上がっていきたいなと思います。僕これから動画で出すんですけど、僕陰キャラだったんですよ。陰キャラっていうかもう学校では目立たないキャラだったんですけど、まあ、YouTube 動画投稿を始めたりとかして、まああとは学校校になってて、まあ陽キャラになったんですよね。それのね過程についてもねちょっと話していきたいと思うので、もしよかったら見てくださると嬉しいです。19歳になってね初めてお誕生日おめでとうって言われたい人は、僕は本音を言うとさくらさんに言ってほしいですね。だから7月16日の握手会で僕はこの前お誕生日でしたって言いたいですね。僕は言います、もう言います。なのでそれをねどういう反応で返ってくるかがものすごい楽しみなんで、3握手会のレポを楽しみにしていてください。はい、なので今年いい1年にできるように頑張ってやっていきたいと思います。はい、ということで今回はケンティの19歳になってなった誕生日について話しました。この動画が良かったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。